川崎87式重爆撃機87重爆撃機87式重爆撃機は大戦艦機の日本陸軍の爆撃機である。設計、試作機製造はドルニエ、量産は川崎航空機で行われた。1924年に日本陸軍は定式2型爆撃機の代替機の開発を川崎航空機に指示した。川崎はドルニエ社、 BMW 社と技術提携を行うこととし、設計をドルニエ社に依頼した。また、技師を2名、ドルニエ社に派遣し、全金属製機の製造技術を取得させることとした。これ以降、川崎とドルニエ社の関係は緊密なものとなった。ドルニエ社は、設計の完了後、リハルトフォークと技師等7名を川崎に派遣し、 彼らの指導のもとに細部を陸軍の企画に合うよう手直ししながら2機の試作機の製作に取り掛かった。試作第1号機は1926年1月に完成した。本機は飛行艇のような底面を持つ胴体に大型のパラソル型の主翼を持った全金属製の機体でエンジンは主翼上の中央部に2機を前後背中合わせに並べる形で配備されていた。 これは当時好評だったド・ j と同じ形態でド・ j の陸上基盤とも言える機体だった。エンジンは BMW6 を国産化したものを搭載する予定だったが、試作1号機においては国産化が間に合わず、イギリスから輸入したネイピアライオンエンジンを搭載した。陸軍による審査の結果、性能的には不満が残るもののエンジンの強化等により、 性能向上が見込めるとされ、1928年春に87、四季重爆撃機として正式採用された。爆弾1トン以上搭載できる新兵器として期待されたが、エンジンが馬力不足で低速だった上に安定性にかけ、機体強度にも不安があったため、実戦部隊における本機の評判はあまりかんばしくなかった。部隊では本機の型番をもじり、 二部亀と呼んでいたようである。また、1929年8月に墜落事故を起こしたことから生産機数の制限を受け、1932年までに川崎で28機を生産しただけで生産打ち記事となった。しかしながら、本機の爆弾搭載量は、前線ではかなり有効であり、満州事変においては、約80トンの爆弾を投下し、それなりの戦果を上げた。 そして、陸軍の主力重爆撃機として1935年頃まで使用された。ありがとうございます。